2020年10月12日月曜日午後5時の生放送です。時計を大きくいたしまして、遠いな、5時まで、5時まで遠い。なんかね、時計の横がね、散らかってますね。あれ、ちょっとね、鳴るまでにね、まだだいぶかかりそうですね、これね。この本、第2版が出ました。ひたたる恵み。始まる前のね、コマーシャル。ペペ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 ペ。こう、裏がね、こうですね。バーコードをついて。こうですね。で、このね、イラストがなかなかいいでしょう。素敵なね、花束のイラスト。さあなるかな。わあ、なんかむちゃくちゃ遅れてる。5時まで、ならないの、ひょっとして。あ、なるなる。なりにきりね。ああ、なんか画面が小さくなりました。皆さんこんにちは。今週も証拠りもなくやっております。生放送。それで今朝かな、昨日の晩かな、予告してたんですけども。久々にこれですね、古今和歌集を文庫本でね、これは何文庫だ、岩波、天下の岩波文庫ですよ。そしてこれのね、甲虫、佐伯梅友先生ね、佐伯梅友先生甲虫で、それをまあ佐伯梅友先生の甲虫のもとに読んでいきます。その前にちょっとコマーシャルですね。これね、第2版、言うの遅くなっちゃった、もう出てます。これね、ちょっとね、いろいろ変えたところがありましてね、また楽しみ。あ、まだでもお手元にはあれか、ゴスペルライトストアにはまだ1版が入ってるのか。まあそれはともかく、じゃあですね、秋の歌の上下っていうのがありまして、それのですね、上のからね、行きたいと思います。終わりの方からっていうのがね、あ、ちょっと待って、なんか今ね、喋ろうって思ってたことがあったんだけど、メモしとかないとね忘れ、そうほんでね、晩婚寝る前にね、ちょっとこれパラパラって開きながらね、ちょっと口に出して読んだりしたらね、それがこう、誰も聞いてない一人生放送、放送じゃないよね、一人でまあ喋ってるわけだ、歌を読んでね、で梅友先生のこれを読んでね、感想をいろいろ言ったりとかね、ちゃちゃを入れたりね。そもそもですね、春にこれやった時に、この本の春のね、歌をね、ホトトギスがたくさん載ってるやつね、そう、同じようにこう寝る前にやってね、気がついたら一人でこう喋ってる自分に気がつくと、あ、これをこのまま放送すれば生放送になるじゃないかっていうのでね、これをこの企画はいけるっていうのでね、やったわけですね。で、今回は、ご好評につき秋をやりましょうと。それでね、この秋のね、女王のね、最初の方の歌ってね、七夕がやたらと出てくるんですよ。それでね、それでなんかこう、なんかこう七夕とこの今の風をね、比べて、七夕で一年に一回待ってるっていうようなね、一年に一回待ってるんじゃないよね一年に一回の出会いを待ってるとね、それと同じようにこう秋になるんだ、でそういう歌かなと思って、よく考えたらね、旧暦ですから、
七夕ってちょっと待って、秋なんだなってのを思ったんだけど、ちょっと待ってよ、おい、意外なこと言うといけないよね。七夕は夏じゃなくて秋なのか。あー、七夕季語秋、なぜっていうことは、あ、俳句をやる人なんかが七夕夏だ夏だって思ってるのに秋の季語だっていうのでね、なんでっていうので調べる人が多いんでしょうね。うーん、七夕、天の川の季語は俳句ではなぜ秋の季語なのか、夏の季語ではなくてっていうことですね。うん、そうなんですよ。あ、秋なんですよ七夕。それでね、なんか七夕ばっかり出てもね、なんか間が悪いっていうね、私たまたま後ろからずっと読んでったわけですね。その秋上の句をですね、まだなんか具合が良かった、だから今日も後ろからですね読んでいきたいと思います。で、読めるところまで読んで、で続きはまたね、気が向けばまた今度ということでね。里は荒れて人は振りにし宿をなれや、庭も間垣も秋ののならん。里は荒れて人は振りにし宿をなれや、庭も間垣も秋ののならん。まあ、ここでこう梅友先生のね、校中をですね、客中をですね、見るわけですね。これね、仁和の帝っていう人が作った歌で、それの言葉書きからね、仁和の帝、巫女におわしましけるとき、ね、仁和の帝っていう人がですね、天皇様が皇太子であられましたときに、ルフの滝ご覧ぜんとておわしましける道に、ルフの滝っていうのをねご覧になるのにですね、ご覧になりに行くのに、返上が母の屋に宿りたまいけるときに、庭を秋の野に作りて、オウム物語のついでに読み立て祭りける。うん、仁和の帝21番目の句を、句の中を見ろ。いや、もうルフの滝、磯上川のルフ川の上流ね、ルフ川、なんか素敵な名前ですね。赤里は荒れて人は振りにし宿なりやね、人は置いてしまった宿だな。うん、庭もまだ庭もが間垣も秋の野ならんね、うん、秋の野らんならん、うん、これが荒れ果ててしまった意味で秋の野ならんと言うんだね、梅友さん。あ、これがその老母に代わっての挨拶の、あ、帝がおいでになったからね、おばあさんがね、はい、よくぞおいでくださいました。まあそこで歌でも読まないといけないところを、あ、自分で読めないから代わりに、挨拶の歌をね私が読んだけど、それで返上で相乗返上が仁和の帝についてったのかな相乗返上のお母さんなのかな、よくわかりません。もうこういうのはですね、もうこの番組はですね、もういい加減にしております。月草に衣はすらん、朝露に濡れてうちはうつろいぬとも。月草に衣はすらん、するわけですよ、すっ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 とね。朝露に濡れての後はうつろいぬとも、ね、私はあの露草の花で着物をすり染めにしよう。だからそのするっていうのとすり染めっていうのをまあかけてるんですかね。うん、その色は変色しやすいとされている。あ、朝着ぬに濡れて後はうつろいぬともね、うつろいやすい、だからうつろうっていうのは何かというと人の心ですよ、ね、人の心がうつろう、もうね、こきまかしゅってこのとばっかりだね。まあね、読みたい人はちょっと自分で読んでください。その時ね、桃草の花のひもとく秋ののに思いたわれむ人なとがめそう、何々な何々そってな何々すなってね、人よとがめなさんな。桃草の桃ってのは100で、山口百恵の桃ですよね、
100本の草、たくさんの草って言いますね。桃草の一つ草とぞ春は見し、ね、いろんな花が咲くところのという意味である。ちょっと待って、ひもとくという語で、女性が着物のひもを解くの意味を匂わしていると。桃草の 春の花、桃草の花のひもを解く秋野のに思いたわれむ人なとがめそ、ね、私は心を寄せたわむれよ、誰もあらっと目を見張ってくれるな、くれるなよってくれてはダメだよっていうことですね。あのね、晩に読んだ時の方はね、もうちょっとね調子が良かったんですよね。今日はね調子がねもう一つですね、まあだんだんとね調子が入ってくると思います。大知らず、読み人知らず、緑なる一つ草とぞ春は見し、秋はいろいろの花にぞ愛ける。延べの花をね、ちょっと待ってよ、緑なる一つ草とぞ春は見し、その延べの草を春はどれもこれも緑の同じ草だと見た。緑なる一つ草とぞ春は見し、ね、秋はいろいろの花にぞ愛ける。文字通りだよね、いろいろ。だからいろいろってね、古今和歌集の時代からね、いろいろなっていうね、形容詞使われてるんですね。春はいろいろの花にぞありける。その次、我のみや哀れと思わん、キリギリス泣く夕影の大和女でしこ、私だけがこれを可愛いと思うのか、ね、夕日の光の中にある。今の河原なでしこ、大和なでしこってのは今の河原なでしこのことなんだ。我の宮哀れ、哀れってのは可愛いと思う、と思わん、キリギリス、キリギリスのことを思うって言うんですね。キリギリス泣く夕影の、キリギリス泣く夕影の大和なでしこ、今の河原なでしこですね。寛平の御時、鬼才の宮歌合わせの歌、有原の胸穴、胸穴ってなんかくにゃっとした名前だよね。秋の野の草のたもとか、花すずき穂に出て招く袖と三浦、寛平ってね、狭間寛平じゃないですよ。古今和歌集に歌を寄せてる寛平さんですね。寛平、時代の名前かな、寛平の御時なのかな。鬼才の宮の歌合わせ、秋の野の草のたもとが花すすき、すすきのこう穂が揺れてね、人を招く袖のように見えるね。なるほど、すすきがゆらゆらっとこうね、こう夏の草の、夏の野の草のたもとか、花すすき、すすきだよね。その人がこういでおいでって、だから昔ですから着物のこう袖かな、ちょっと待って、たもとってここですかね、このね、それでこうちょ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 って読んでるように見える。穂に入れて招く袖と三浦、それをまあ草の袖かといったね。それで穂として出て、袖と穂とは同じもの、袖と穂は同じもの。ああ、ちょっとね、土曜日はね超絶好調、あの晩にやった時はね超絶好調だったんですけどね、今日はねなんかもう一つノリがね、だけどね、もうだからこう秋の草がね、すすきがね揺れてるって、それはその人のたもとが揺れてるようなね、たもとが揺れてるってことはちょっとちょっとって呼んでるようにね、そういう本に入れて招くね、それで穂として出て、袖と見える、まあそういう歌ですね。歌ですからもう意味をね言っちゃったらね何のこともないというね、情緒を感じるね、情緒を感じる歌がね、七夕の歌の方がね、もうそうすごいね情緒があるなと思ってね、皆さんにこれはぜひ紹介しなければ、もう今の季節を置いてしまってはね、紹介する時がもう来年になってしまうと。それでこの秋のね、
この企画があるわけですね。大知らず平野貞文、今よりは植えて田に満ち花すすき、穂に譲る秋はわびしいかけり、これからは庭にねすすきを植えてみることもしまい、今よりは植えて田に満ち花すすき、穂に譲る秋はわびしいかけり、ね、穂の出た穂に譲る、これが穂の出たすすきっていうことですね。穂に譲る秋はわびしいかけり、ね、わびしいじゃないかっていうことですね。すすきね、植えるんですね、わざわざ。あれ勝手に生えてくるもんだってずっと認識してたんですけども、植えるってことあるんですかね。藤バカマを読める祖生、主知らぬ過去そにおえれ秋ののに、たが脱ぎかけし藤バカマゾモね、そう、この辺が藤バカマゾモですよ。ゾモかっこいいじゃないですかね、ここに香りの主が誰かわからない蚊がしているね、衣服に焚きしめた蚊として、衣服に焚きしめた蚊というふうに、まあ、扱ってるんだっていうふうにね、梅友先生のね解釈ですね。当時の貴人ね、尊いお方はそれぞれの好みの香を焚きしめていたね、主知らぬ蚊こそに酔えれ秋の野に、たが脱ぎかけし藤バカマゾモ、秋野のにね、誰が脱いでおかけになった藤バカマなのかということですね。藤バカマってのはもちろんね、植物の名前なわけですよ、ね、それを人が履く袴とねかけてるわけですね。藤バカマを読みて人に使わしける貫之、貫之さんが書いた歌ですね。宿りせし人の形見か藤バカマ、忘られがたき子に匂いつつ、いいじゃないですか。宿りせし人の形見か藤バカマ、忘られがたき蚊に匂いつつ、ね、名家ですよね。これは私のところに、あなたの形見かしら、あなたのことが忘れにくい香りで咲いていて、自然とっていうことですね。そういう歌なんですね。これね、その次ね、寛平の御時、クロードどころの尾の子ど、嵯峨野に花見とてまかり足りける時、帰るとて皆歌読みけるついでに読める、平の貞文、貞文貞文いや貞文、ついでに読めるって、なんかついでに読むのかって、しっかり読めよって、まあまあ他の人が読むののついでにっていうことで、私も読みましたっていうことですね。クロードどころの尾の子供がね、読んだわけだ。さあ、川野の花に。もうさっさと行かないとね、もう10分、あと5分しかないよ。花に赤、ちょっと待って。ちょっと待って、あれ？ちょっと待って。どう、皆さんは花に堪能しないでどうして帰ろうとしておいでなのでしょうか。あ、花に赤で何帰るらんね、花に赤で何帰るらんね、花にまだ飽きてもいないのにね、どうしてお帰りになっちゃうんですか。お見ないし、多かる述べに寝なましいもの、その次ね、できれば一晩ね泊まってね、一緒に歌をねずっと読みましょうものっていうことですね。その次ね、物へまかりけるに人の家にお見ないし植えたりけるを見て読める、お見ないし後ろめたくも見えるかな、荒れたる宿に一人立てればね、こうですね、お見ないし後ろめたくも見えるっていうのはですね、どうなるかなと気がかりに見えるっていうことなんですね。こう古典に古語になると意味が変わってくる。荒れたる宿に一人立てれば、お見ないしを、擬人化して言ってるんだって、それぐらいわかるわ。おめともさ、一人のみ眺むるよりはお見ないし我が住む宿に植えてみましよう、
一人で思いに沈んでいるよりはお見返しを片思いに思っているなんかね、手強い歌ばっかりだね。我が手の女性を寄せて言うか、一人のみならむるよりはお見返し我が住む宿に植えてみましょう。人の見ることや苦しくお見返し朝霧のみ立ち隠る乱、人がお前を見るのがつらいのか、そうでないならどうして朝霧に、ね、立ち隠れてばかりいるのだろう。人の見ることや苦しきお見返し朝霧のみ立ち隠る乱、お見返し吹きすぎてくる秋風は目には見えねど過去と知るけれお見返しのあるところを過ぎてくる秋風はですね、お見返し吹き風は目には見えなど過去そ知るけれ、お見返しの香りはね、目には見えないけど過去そ知るね、顔を知るわけですね。はっきりと蚊が知られるっていうことですね。香りがね、知られるってことですね。これで20分になっちゃいました。なんかね、2ページしか読めなかったね。ちょっとね、今日はね、調子が悪かったです。もっとね、絶好調でね、ちゃ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 っとね、命中していく。まあ、明日ね、楽しみにしてください。それではですね、お聞きになってるあなたに、天地を作られた誠の神様から豊かな祝福と、守りと導きがありますように、お祈り申し上げつつ、今日の生放送は、これで終了させていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。今週もよろしく。